プライです。まひろです。くるくるくる。ただいまひろです。皆さん、こんにちは。ただいまひろです。今回は、ちょっと、珍しく、お話をしたいと思います。普段、女の子が、脈のある人、ない人に、どんな風な接し方をしているのか、態度の違いがあるのか、私なりに考えて、お話ししたいと思います。第一に、メールとか電話とか、連絡ツールの LINE ってあると思うんですけど、LINE から結構それわかるんじゃないかなって思ってて、絵文字とか、可愛い感じの文章にしてくると、結構脈があるんじゃないかなって自分なりに思ってて、お付き合いしてからとかだと、絵文字がなくて、サッとした文章でパン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 ってやり取りしたりとかあると思うんですけど、まず気になってる人がいたら、この送り方だったら返事は帰ってくるかなってまず一回考えてから送ると思います。うんだけとかだったらちょっと困るじゃないですか。だからうん〇〇くんはどうみたいな質問をつけてきたりとかしたら脈あるんじゃないかなってまず一つ思います。私結構キモいスタンプとか好きなんですけどこんな顔のやつ、なんかお気に入りのスタンプがあります。あとは何だろう、約束をするときとかに今度何々しに行こうよって言われたとしたら、あ、いいねってとりあえず言うんですよ。脈なしの場合は、あ、いいね行こうみたいな感じで言うんですけど、多分脈があったら早く行きたいってもちろん思うと思うので、あ、いいね、いついつはどうって多分こっちから日付を提案すると思います。自分からこの日はどうって言ったらちょっと脈あるんじゃないかなって思います。社交辞令で行こうとは言うけど、なんか言われなかったら別に行かなくてもいいかなみたいなちょっと思っちゃうので、この日どうって誘った時に相手から提案してきてくれたら脈はあると思います。あ、いいね行こうっていう言って、あ、じゃあ相手の日分かったら私から連絡するねって言います。で、しない、まだちょっと分かんないからまた分かったら連絡するねって言って、3日後ぐらいに、あ、やっぱ無理そうだったってもし、メイクがあったら、その日とその日は無理だけど、この日はどうって逆に提案し直すと思います。全部一概に言えないですけど、多分みんな 3D タッチとかすごい使うと思います。あんまり返信したくないなって思った人は。今なんかスマホ長押しすると既読つけないで読める機能があって、それを結構脈がないと使うんじゃないかなって。まあ、ね、あー、なんて返そうかな、みたいな。で、いざ会うってなった時に、まあ、やっぱり会えるって分かってたら事前にいろいろ準備とかしてると思うんですよ。とにかく可愛くしていきたいなって思うので、普段と一つでも違うところがあったりしたら、ちょっと脈あるんじゃないかなと思います。例えば、さっき美容院行ってきたんだとか、さっきネイルしてきたんだとか言ったら、あ、もしかして自分のために準備してくれてるんじゃないかなって思ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、大前提に次の予定が入ってないっていうことがあるじゃないですか、その子に。この後なんか予定ある?って聞いて、入ってないよって言ったら、泣きにしもあらずな気がします。お酒を結構飲むとか気にしないで、ボディタッチとかもあるのかな?結構積極的に聞くんじゃないかな。あ、抑えるじゃないかなって思います。この後予定あって、あんまり飲めないとか、予定があるって言って早めに切り上げちゃうんじゃないかなって思います。まあ、絶対じゃないですけど、予定があるって言えば早めに帰れるじゃないですか。だからお酒も飲まないし、予定があるって言っちゃうような気がします。はじめは猫かぶっちゃいます。さ、すごい食べたいんですけど、緊張してるとあんまり食べられなくて、その食べるよりも話したいからあんまり食べないようにして、とにかく話を多くして、その会った日に違う日を決める。まあ頻繁に会えるようにして。あー、でも結構私積極的なのかもしれないですね。追いかけるタイプです。いや、わかんない。え、そうですか?面白い人が好きなので、ちょっと振り回されるぐらいがいいかなって思います。告白は自分からしないかもしれない。
なんとなく一緒にいたら、あ、この人自分のこと好きなのかなとか、なんだろう、そのさっき私が挙げた、まあ、一緒にいれる時間が長いとか、 LINE がよく返ってくるとか、そういうのがあって、この人私のことよく思ってくれてるのかなって思ってくれてたら、自然と付き合ってるような関係になってるだと思います。なんか相手から告白してもらうように仕向けるとかも特に考えてない。友達でいたい人っているじゃないですか。あ、ちょっと付き合うって考えると違うかなみたいな人に、もしなんか好意を持ってもらったりしたら、好きな人がいるから相談したいんだけどっていう感じでまず会って、そしたら諦めてもらえるかな。いや、でもそれもし自分だって思われたらやばいですよね。好きな人がいるから相談乗ってもらえるって言ってあって、相手がもしかして俺のことって思ってたりしたら地獄ですね。終わったってなりそう。でもガールズトークとか聞いてるとそんな感じな気がします。結構高校生の時に女の子9人で仲良くてガールズトークとかするんですけど、みんなそんな感じで言ってるかな。ねえ、皆さんどうでしたか？あなたの気になる人は脈ありサイン送ってくれてますか？それともちょっと違いそうですか？でも二十歳ぐらいの若い女の子の集団がキャッキャ騒いでることなので、全然違うこともあると思うんですけど、よかったら参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、バイブー。